和16年12月太平洋戦争に突入した日本軍はわずか4ヶ月で西南太平洋全域の諸島を占領し、その勢力下に置いた。だが翌年6月ミッドウェー海戦の敗北を機に戦局は逆転し、ガダルカナル島の撤退、連合艦隊司令長官の戦死、アッツ島の玉砕と刻々劣勢に追い込まれ、昭和19年7月マリアナ沖海戦の惨敗とサイパン島の玉砕によって、西南太平洋の制海権は完全に米軍の手に帰した。日本連合艦隊はその大半を失い、残るはわずか空母4隻、戦艦7隻に過ぎなかった。続いて同年10月米第7艦隊はマッカーサー最高司令官指揮のもとに、その全力を挙げてルソン島南方のレイテ湾に殺到した。八代少将、君は反対かね？反対であります。理由は？日露戦争における旅順港攻撃の決死隊は必ずボートで戻るように命令され、今次大戦におけるハワイ真珠湾攻撃の特殊潜航艇も奇襲に成功すれば帰還するはずでありました。だから統合元帥も大和司令長官も許可されたのであります。世界の戦士に決死隊の記録はあっても必死隊という前例はありません。人間は兵器ではありません。いかに逼迫した戦局であっても、人間を爆弾と共に体当たりさせる必死隊の編成は日本海軍70年の伝統に汚点を残すものと思います。君の言う通りだ。これはもはや戦術ではない。戦争のルールを逸脱した邪道だ。それでは長官、この人作戦に敗れれば日本の命運が尽きる。だがレイテに来た敵機動部隊は700隻、飛行機の数は少なく見積もっても1000機はある。我が第一航空艦隊の実働機数200機、戦いに勝ち目はない。せめて可能な限り大きい打撃を与え、敵の戦意をくじき、戦争終結のきっかけを作る。この小一号作戦の究極の目的はこれだ。連合艦隊も残った全兵力を挙げてレイテ湾に突入する。護衛の飛行機一機もなしの丸裸でだ。もはや勝ち負けは問題ではない。今我々にできることは祖国永遠の平和を願って一貫でも多く、一兵でも多く敵を倒すことしかない。すでに作戦の聖者全幕を批判する段階ではないのだ。長官、賛成であります。賛成であります。私も賛成であります。俺はたとえ100年の後まで悪逆非道の疾患とその名が残ってもこの作戦はやる。機構長は？あちらです。宗像大尉、参りました。入れ。うん、まあ座れ。一服やらんか。あ、いただきます。
体当たり作戦が決まったんでありますか。察しがいいな。いつも後が怖いですからね、飛行長のタバコは。海軍航空隊の現有兵力の8割を投入して 0.2 北敵に決戦を挑む。この基地は稼働機14機のうち4機を予備に残し、特別攻撃隊6機、上空直縁隊4機を編成する。はい。特別攻撃隊の人選は貴様に任せる。士官1名、残りは下士官から選抜しろ。特別攻撃隊の指揮は私が取ります。あ、それはいかん。今の段階で貴様のような歴戦の飛行隊長を失うわけにはいかん。飛行長、特別攻撃隊の指揮官にしていただかなければ私には部下の人選はできません。永田大、なぜ死に急ぎするんだ。死に急ぎではありません。私の心のどこかに死を恐れる気持ちがあります。部下もそうだと思います。だからこそ私を特攻隊にしていただかねば部下の人選ができんのであります。そのまま聞け。命により特別攻撃隊を編成する。すでに聞いていると思うが、特別攻撃隊とは冷戦に250キロ爆弾をつけて敵艦に体当たりする必死必殺隊だ。絶対に生きては帰れない。この紙を渡すから、志願する者は当中氏名を書き、志願せぬ者は白紙のまま、それぞれ封筒に入れて専任下士官に提出せよ。念のために言っておくが、これはあくまで志願であって強制するものではない。志願したかしないかは俺以外の誰にもわからないようにするから、他人の思惑など気にせず自分自身で判断しろ。もう一度言う、あくまで自由意志である。強制はしない。一人足りんな。誰かまだ出さんやつがいるのか。ああ、私であります。私の考えを直接隊長に申し上げたいと思ったからであります。よし、聞こう。私は昭和8年16歳で海軍に入隊しており、今日まで10年間戦闘機動乗員としての訓練を受けてきました。それによって体得したことは、敵を落とすことより自分が落とされるなということであります。出撃95回撃墜48機の記録も生きてればこそ立てられたものであり、今後も戦い続ける自信があります。特攻を志願して一回きりで死にたくないというんだな。ああ、命が惜しいからではありません。私が身につけた技術をもっとお役に立てたいのであります。よくわかった。明日の直縁隊の指揮は貴様に任せる。隊長、俺は行くよ。
俺が貴様だったらやっぱりいかんだろうな。隊長、貴様はもう志願する資格はないぞ。これを選び分けるのに俺はこれから一苦労だ。出撃搭乗員、整列終わりました。司令官。俺も行くよ。無断で予備機を一機爆走させてもらったよ。待ちください。司令官が行かれては隊の統制が取れません。どうしても行かれるなら私が代わりに参ります。司令官、飛行場上の上級指揮官が出撃されるのは前例がありません。前例なんかいいじゃないか。人間を爆弾に仕立てる特攻作戦はこれ一回きりにしたいんだ。俺がそう言ったと艦隊司令部に報告してくれ。本特別抗議隊の指揮は八代が取る。趣旨もすでに知っての通り、戦局は著しく不利である。今回の作戦は我が海軍の総力を挙げて決行する。すでに連合艦隊の全ては零点に向かって出撃した。この作戦が成功し戦局を一挙に好転し得たとき、それをきっかけとして戦争終結の努力がなされるはずである。諸氏は祖国平和の礎として必死必中の体当たりを敢行せよ。宗像第一課5名、司令官に続きます。宗像、行くぞ。お供します。敵に引かれると絶対に特攻機離れんなよ。はい、はい、30攻撃隊より発進。パクロバン上空高度3000、敵戦闘機約40機と遭遇。直縁隊交戦中。左上方に敵機。直縁隊、直縁隊、指揮官を守れ。
司令官は、八代少将は行方不明のまま、まだ消息もありません。ダメです隊長。隊長、絶対に動かしてはいかんと軍長から命令されております。かまん、北見、俺の飛行服取れ。隊長。宗像、司令官機は敵艦に突入されたぞ。本当でありますか。はあ、ルソン島東方2マイルの洋上でスワニー型空母に体当たりされたのを確認しました。他の特攻機は全部撃墜された。知っております。貴様以外はな。参謀、自分の援護が未熟だったために隊長は爆弾を捨てて司令官機を援護されたんであります。援護が終わったので帰ってきたというわけだな。菊池、爆弾もなしで体当たりするなんて犬死にであります。連合艦隊のレーテワン突入は失敗した。戦局は好転しなかったよ。戦争はまだまだ続く。死に場所はいくらでもある。死に急ぎするんじゃないぞ。私もお父さんの意思を継いで特別攻撃隊に志願しました。まもなくおそばに参ります。俊介、急に内地へ転勤になってね。あなた、憲兵が。何？マサト。お父さん、どうしたんです？無事で帰ったな。どうしたのか？
反戦思想の容疑で分隊までご同行いただきます。反戦思想は、人間は誰でも自分の信念で選んだ道を歩むべきだよ。自分の信念で選んだ道を歩め。え、何か。ん、いや、何でもない。静子、俺は卑怯者だろうか。どういうことですの？俺はな、第一回の特攻に出撃して負傷して、俺一人帰ってきてしまったんだ。俺は犬死には嫌だと自分の信念で道を選んだ。卑怯者だったんだろうか。あなた、あなた、私、赤ちゃんが来年の5月に生まれるんです。来年の5月です。この子の父親は卑怯者じゃありません。この子、あなたの顔を見せた。あなたの腕に欠かせた。作戦以来現在に至るまでの新風特別攻撃隊の出撃機数は1915機であり、このうち体当たり命中機数は133機、資金弾となった機数は123機、したがって走行率は 13.4% であります。命中率の悪い原因は何か。途中において敵戦闘機に撃墜されるものが 65%、敵機動部隊上空に到達するも対空砲火によって撃墜されるもの約 20% となっております。問題は敵戦闘機の要撃をいかに切り抜けるかということだな。飛行における初期の特攻作戦には少数ではありますが必ず上空直縁隊をつけておりました。現在ではその余裕もなく、特攻機の爆走は250キロから500キロに荷重したため機銃武装もできず、燃料も片道ギリギリで
沖縄まで飛ぶのが精一杯です。対策として特攻隊を削減して至急強力な上空直縁隊を編成しなければならんと思うが、それについての意見を。搭乗員の連動不足の折から非常に困難ではありますが、編成できないこともありません。だが誰をその指揮官にするかが問題です。誰か心当たりはないか。あります。誰だ。現在厚木基地において帝都防衛の戦闘機隊長をやっておる海兵68機の宗像大尉であります。宗像といえば最初の特攻隊で一人だけ生きて帰った男だな。父親は外交官で反戦思想の持ち主と聞いたが、憲兵隊で調べられたことがあるそうじゃないか。宗像は死を恐れる男ではありません。私はこの任務を遂行できるのは宗像以外にないと確信いたします。辞退させていただきます。なぜ。八代司令官は特攻をあの作戦限りにするためにと自ら死んでいかれました。だが今や作戦といえば特攻であります。しかも上層部は他の作戦を考えつかぬ無能無策をごまかすため戦果を誇大に発表し特攻を美化しています。私はそんな連中のお先を担ぐのは真っ平です。ましてや死にに行く者を死に場所まで引っ張っていき次々と死んでいくのを黙って眺めて生きて帰ってくる、そんな葬式屋のような真似は私にはできません。だがな宗像、貴様が断っても現実には九州の各基地から1日平均250機の特攻機が直縁機もなしに沖縄に出撃している。では私を特攻として出撃させてください。死ぬ方が楽だからか。出撃する特攻の8割は体当たりする前に撃墜されている状態だ。目的も達せずに海中に落ちていく彼らの気持ちを考えると、できることならこの俺が送り届けてやりたい。うん、難しい仕事だ直縁隊は。確かに貴様の言う通り葬式屋かもしれん。命令だと言えば貴様は従うから俺は言いたくない。ただ貴様の苦しむのを知っていながらあえて頼む俺の心を察してくれ。宗像、分かってくれんか。わかりました。彦長、一つお願いがあります。今のやり方では誰がやっても結果は同じです。直撃機を特攻機同数あるいはそれ以上編成すると約束していただけませんか。機構長、約束が違います。特攻隊と同数になるようにあと4機直縁隊を増やしてください。他に予備機はない。では
特攻機を2機減らして直縁に編入してください。そうすれば特攻直縁同数になります。しかし特攻の出撃機数は司令部からの命令だ。参謀、特攻機2機故障して出撃できなかったことにしようじゃないか。宗像、すぐ編成替えしろ。はい、直ちに編成替えします。おー、なんだいそりゃ。いや、私たちも景気よく旗を掲げようと思ったんですが、特攻隊じゃありませんからね、どうも威勢のいいのはできなくって。どうですこれ、昨夜一晩考えたんですよ。会長が許可されるかな。なかなか面白いじゃないか。あ、いや、ほら見なさい仙人。隊長、高木、やらせ、やめろ、やめろ、隊長、よろせ。どうしたんだ隊長、なぜ私は特攻から外されたんでありますか。ああ、貴様は直縁隊で行ってもらう。なぜでありますか。私が卑怯者だからですか。私の技量未熟だからですか。何を言うか。直縁隊は特攻隊の任務を遂行させる大事な仕事だ。卑怯者や技量未熟を選べるか。私も特攻隊行かせてください。お願いします。私の同期生はすでに反目しました。明日の特攻にも3人行きます。お願いです、私も行かせてください。死に遅れては仲間に顔向けできません。バカ者、顔向けできないだと。貴様は仲間に対する義理や見栄で特攻で死のうっていうのか。そんな気持ちで特攻を志願するんだったら俺は絶対に許さん。貴様が仲間と共に死にたい気持ちはわかる。しかし早く死ぬことだけが国のためではない。わかるな。本日の攻撃目標は沖縄東80マイルの洋上、大型空母4隻を主力とする敵機動部隊である。敵戦闘機の揚撃は上空直縁隊が引き受けるが、攻撃隊は落ち着いて突っ込め。成功を祈る。特別攻撃隊出場隊出発します。よろしくお願いします。よし、隊三島大尉より敵機動部隊発見、全機突撃開始。
町調布終わりました。井村町調布終わりました。三島町調布終わりました。今日は成功した。3割は命中したな。特攻隊の戦果、ゴーチンエンタープライズ型空母1隻、撃破駆逐艦1隻、終艇2隻、撃墜確実なるものグラマン F6F11機、不確実なるもの2機、直縁隊の密艦機6機、以上であります。ご苦労であった。解散。無駄だない。矢代注意、新風特別攻撃隊菊水隊指揮官としてただいま着任しました。八代中尉。はい。兵学校以来だな。はい。貴様も出ていくのか。はい。190度方向より冷戦1機起動します。えらいこっちゃ、特攻機が戻ってきおりました。なんだ、何号機だ。13号機であります。13号機。はい。よし、金やろ、また帰ってきた。着陸に失敗して爆発したらえらいことになるぞ。退避させます。総員退避。はい。退避。早く開いておくため。うるさい。着陸失敗した。班長。どうしろ。それがね、班長。海戦闘は死んでる。我々の整備した飛行機だ。本当に故障なのか。俺がこの目で確かめる。吉川日総、13号機エンジン不調のため攻撃を中止して起動しました。爆弾は海中に投下してこいとこの前も言ったろう。何で言ったら分かるんだ。申し訳ありません、捨てるのがもったいないような気がしてつい。バカ野郎、二度もびっくりさせやがって。以後気をつけます。え、エンジンはどこが悪かった。あ、スロットルを全開するとベーパーロックの状態になって振動が激しくなり飛行ができません。仕方がないな。八代注意。はい。貴様の隊に編入して次回の出撃に出してくれ。はい。吉川に一層、次回は絶対にこういうことの内容十分整備してもらっておけ。はい、十分整備してもらいます。よし、帰れ。吉川に一層、帰ります。うん、待て。13号機地上試運転終わりました。故障箇所はゼロブーストでベーバーロックは発生しませんでした。するとエンジンに異常は認められんというわけだな。整備は完全であります。校長、特攻隊全員の指揮に関する問題だぞ。八代注意。はい。貴様指揮官として13号機の指揮官をやれ。はい。13号機指揮官をやります。私の腕を疑うんですか。地上で異常がなくても高高度で異常のある場合もある。待て、私がやります。冷戦のことなら俺に任せろ。
13号機より発進、高度3000、エンジン機体異常なし。高度4000、異常なし。高度4500、異常なし。左翼に警備なら振動あり。高度6000、振動次第に強くなりつつあり。高度7000、スロットル全開、ベーパーロックの状態になり、振動ますます激しい。立派なもんだよ、貴様の整備は。それじゃ。だがな、飛行機は生き物だからな。はくねる。飛行機は生き物か。だがお前もかわいそうだよな、濡れ衣を着せられて。貴様、13号機の整備にそれほど自信があるのか。はあ、聞くだけやぶですよ。よし、俺がもう一度執行する。準備しろ。そうですか。こいつ面白くなってきたな。13号機の執行しました。それで高度7000においてもペーパーロックの状態は発生しませんでした。飛行長に報告するならしてもいい。しません。どうしてだ。なぜ事実を曲げられたか、あなたのお考えを伺いたいんです。なぜ吉川の恋を黙認されたんですか。ことを荒立ててもいい結果が得られるとは限らん。戦場における温情心はかえって軍の士気をそそさせ危険な結果をもたらすと思いますか。温情主義。はい。あなたは事実を曲げてまで心底なって書いた吉川をかばっておられますが、最後までかばって生きとさせるおつもりですか。嫌がる吉川の首に縄をつけて引っ張っていき死なせろというのか。祖国が戦っておるとき、個人の意思で戦争を回避することは許されません。日本人である以上、この身と好まざるに関わらず、誰もが友人の民のために死ぬべきだと思います。だからといって死の覚悟のできてない人間を無理やり特攻で死なせてもどうなるもんでもないだろう。最初の特攻出席で自分一人生還されたのはそのようなお考えからでありますか。何？ご自分が死ぬ覚悟がつかなかったため犬死にするのは嫌だという口実で生還されたんでありますか。何を言うか貴様。私は特攻隊長として出席します。私も私の部下もそのような考えを持たれているあなたに援護されて出撃するのは真っ平です。あなたの援護はお断りします。よし、ついてこい。
上官と思わなくていい。遠慮するな。行くぞ。来いやしろ。来んか。やっとるんだぞ。おい、何だ。はい、13号機の試飛行について。見解の相違があっただけです。原因のいかんにかかわらず、私は上官に抵抗しました。私を処罰してください。いや、先に手を出したのは私ですから、私を処罰願います。ことのいかんにかかわらず死闘は禁じられとる。それを下士官兵の前で士官が喧嘩をするなどもってのほかだ。二人とも以後十分に気をつけろ。よしか、めずめずしないで一杯やれ。吉川は酒がダメなんであります。何バカ野郎、貴様ダメだと思うからダメなんだ。一杯やれ。大したことねえだろ。でしか、なんだってそうだぞ。大体貴様にはな、クランチキシャっていう根性が足りねえんだよ。もう一杯飲め。おい、はい、ありがとうございます。よし、よし、帰ってけ。この野郎またもたもたしてやる。治療の時間であります。ひどい陰菌でな。諸君、皮は剥け取りますが、塗ってもいいでありますか。さあ、たっぷり塗れ。はい、失礼します。この野郎、たっぷり塗りすぎや。やました。はい、あおげ。はい、やさ。はい、やさ。はい、あら、目が覚めたの？ねえ。ん？ねえったら。ちょっと待て。ほら、あいつら一人前しねえと俺は落ち着かないんだよ。大丈夫よ。あ、いてててて。サーリちゃんは土手破りの名人なんだから。おい、ちょっと待って。俺さっき薬塗ったばっかりで。どうしたの？怖いの？かわいいのね。
大丈夫よ。坊やいらっしゃい。大丈夫よ。さあ。あいつどこ行っちゃったの。行くしないしやるね。また逃げ出しやがって。よこってまんな。今日も特攻出たらしいけど、あんたの息子さん行かんかった。へえ、たぶん行く時は必ず知らせる言うてましたさかい。うん、あんたも国のためとは言うばってんが、一人息子ば特攻に出すちゅうはつらかろう。いいえ、わては何のお役にも立たしまへん。代わりに息子がお役に立ってくれてありがたいを思っております。あの子は気の優しい子でしてな、いざ特攻という時臆病風に吹かれたらいかん思って、こうして国のうちたとんであの子の行く先だけついて回ってまんねん。わてのことは心配せんと、しっかり死んでこい言うてやろう思って。雨。おお、雨か。明日は特攻休みになるやろうな。明日まで続きそうでんな。母ちゃん。母ちゃん。俺が死んだら母ちゃん一人でどうすんだよ。楽にしろ、一緒に飲もうと思ってきたんだ。ただいまより重大ニュースを発表する。昭和20年5月5日1630、海軍大宗像正人は親父になったんだよ。で、男ですか女ですか。んお、大事な男。男男男と書いてある。吉川、お前も一緒に飲め。吉川は酒はダメなんであります。川屋に行ってきます。
いつの隊長に向かってお前ほっとけ。俺が余計なおせっかい焼いたんだ。新風特別攻撃隊菊水隊堂本少尉以下7名ただいま着任いたしました。俺が指揮官の八代知事だ。出撃に備えてみんな十分英気を養っておけ。はい、はいはい、英気を養っておきます。よしかかります。飛行長お願いがあります。何だ。吉川二飛相を特攻隊の編成から除外してやってください。理由は。はい、操縦適性に欠けると思われるからであります。宗像、今の戦況は個人個人の事情を考えている場合ではないぞ。分かっております。しかし特攻隊の目的は敵に体当たりすることであります。体当たりする可能性のないものを出撃させることは飛行機と燃料の無駄であります。理屈はその通りだ。飛行長、すでに死んでいった特攻隊員も皆それぞれ悩みや苦しみは持ってたと思います。しかしみんなそれを乗り越えて散ってたんであります。吉川だけに例外を認めることは譲られるべきでないと思います。死んでいった特攻隊員だって嫌がる奴を道連れにしたくないだろう。しかし貴様の言う通り、みんな自分の悩みを乗り越えて死んでいったんだ。だからこそ吉川にも乗り越える時間を与えてやってほしい。飛行長、しばらくの間で結構です。吉川を地上勤務にして彼自身に考える時間を与えてやってください。おみなきゃ昼間だ。新しい特攻隊が着任したぞ。出撃が間近いってことだ。そのうちの何人かは特攻隊行きだぞ。命のあるうちに大に飲もうじゃないか。吉川、飲め。貴様は命拾いしたお庭だ。命拾いだなんて。私は明日また特攻に行くかも。行ったってどうせ帰ってくるんだろう。まあ、どっちみち貴様はもう飛行機乗らなくて済んだ。どういう意味でありますか。搭乗員から外されたんだよ。整備に回されたんだ。本当でありますか。なんだ。私が搭乗員から整備員に回されたことであります。本当だ。仙人、お願いであります。搭乗員から外さないでください。特攻に行きます。今度こそ必ず死んできます。お願いですから整備に回さないでください。身共帰ってきやがって今さら何を言うか。しかし機が故障して。ふざけるな。故障かどうか俺たちが分からないとでも思ってるのか。貴様本当に故障じゃなかったのか。故障じゃなかったのか。どうなんだ。おい、返事しろ。恥さらし、俺たちよからんだら顔汚しやがって。バカ野郎、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 バカ野郎。もうよせ。しか
今度こそ見事に死ぬという、お前の覚悟に偽りはないな。ありません。仙人、吉川もこのように申しております。なんとか隊長に取り直していただけませんか。死ねくせに遊びだけは一人前だと我々を侮辱したやつだ。出ろ、気合を入れてやん。正直に前へ出ろ。今のうちに詫びればよし。三内と総員修正するぞ。これは面白いや。総員修正願います。もうもう、やるもんならやってくれ。面白いじゃないか。やめろ。貴様たち、なぜ海軍の飯を食ってんだ。先任の堂本上士とであります。下士官一同に代わって私がご修正を受けます。よし。どうしたおい。兄さん、ご修正がなければお引き取りください。失礼しました。さあ座れ。堂本上士長。はい。話がある。ちょっと来い。はい。驚いたな兄さん。いつ内地へ帰ってきたんだい。お前こそなぜここへ来たんだ。
修学での俺がお前を大学にやるには収入の多い飛行機乗りになるより他に方法がなかったんだ。堂本の家を継いで年取ったお袋の面倒を見るってお前は俺に約束したじゃないか。そんなこと言ったって兄さん、学生の徴兵猶予は撤廃になるし、健康であれば誰だって軍隊引っ張られる。僕だけ例外ってわけにはいかないよ。そんなこと言ってんじゃない。何も飛行機乗りになって特攻を志願しなくても死刑でも養分でもご奉公はできるはずだ。お前は学生時代から戦争に反対だったはずだ。今でも反対だよ。でもこのままでは日本は滅びる。僕だって日本人だ。祖国を救うために一日も早く戦争を終わらせるために特攻を志願したんだ。年を兄さんをよく見ろ。顔のこの傷はレーテの対空砲か。これはラバウロ。右の足にはガダルカナルで受けた機銃弾の破片がまだ入ってる。去年の10月、フィリピンで第1回の特攻の編成があったとき、俺は志願をしなかった。出撃120回、撃墜56機。その俺が1回限りでお堕落になってたまるか。生き延びるだけ生き延びて、何十機でも叩き落としてやる。戦うことは相手を倒すことだ。自分が死ぬことじゃない。お前なんかの腕で突っ込んでみろ。敵艦に体当たりするどころか対空砲火に撃ち落とされて無駄死にをするだけだ。分かってるよ。分かってるなら特攻をやめろ。怪我でもいい、病気でもいい、今のうちなら何とでもなるぞ。うん、僕は行くよ。何、兄さん、この戦争は間違ってる。でも誰一人この戦争から逃げ出すことはできない。だからこそ無駄死にするならせめて一人でもいい。なぜ無駄死にしたかを考えてくれるような形で死にたいんだ。理屈を言うな。無駄死には無駄死にだ。理屈じゃない、信念だ。年をお前には俺の気持ちが、これほどまで言っても俺の気持ちが分からんのか。兄さんは堂本の家のことしか考えてない。僕のことしか考えてないんだ。お前は男だとは思う。どこでも何でも勝手に行け。
母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、新一、どらしたんや。母ちゃん、逃げる。さあ、早く支度して。逃げるってどこへ。わかんない。だけど俺もう海軍にいられないんだよ。なあ母ちゃん、二人きりでどっか山の中で暮らそう。さあ早く。何があったんや新一、なんで海軍にいられへんねや。俺特攻行って二度も帰ってきちゃったんだ新一。死ぬのは怖かったんじゃないんだぞ。俺が死んだら母ちゃん一人ぼっちでどうなるのかと思った。それが辛くて。新一、特攻行ったら甘いもんいっぱい配給になるし、本当はね、俺母ちゃんに甘いもん食べさせたくて特攻しがしたんだよ。ダメだった。母ちゃん、山の中冷えるからあったかい。母ちゃん、いらない。お母ちゃんのことが心配でここから帰ってきたんやって。それやったらお母ちゃん死んだとこの人にどない言うて謝ったらええねん。そんな卑怯者にさせと思いはない。帰って、もうお前は手の息子やない。陰で陰で死ぬのに二度とお前の顔なんか見せない。ついで陰で陰で陰で母ちゃん。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、
っともない真似すんな。まだ分からんのか。吉川、貴様が脱策したと聞いて高木に心当たりを尋ねたら母親のことを教えてくれたんだ。お前と母親の会話もさっき聞かせてもらったぞ。吉川、こんなみっともない死に方をしてあんな立派なお母さんに申し訳ないと思わんか。さあ帰ろう。高木。はい。俺とお前は吉川を探しに出た。そしたら英門のすぐそばで帰ってくる吉川に出会った。そうだな。はい。隊長と私は英門の横で帰ってくる吉川に会ったのであります。よし、じゃあ行くぞ。はい。吉川、帰ろう。とにかく吉川は自分の意思で帰ってきたんだ。脱策なんて騒がず多めに見てやろうじゃないか。今夜一晩ここで自分の行為を反省しろ。はい。吉川には監視をつけておけ。はい、監視をつけておきます。うん。隊長。社注意。なんだ。私は自分の意思で戻ってきたのではありません。自殺しようとしたところ宗像大尉に助けられたのであります。私を特攻に連れてってください。今度こそ立派に死にます。立派に死んで宗像大尉の恩情に報いたくあります。起動しろ。大
急げ、引火するぞ。せめて退避しろ。八代中尉、私が行きます。13号機、13号機、落とせよ。13号機、誰だそれは。吉川です。吉川、宗像だ。聞こえるか。隊長、謹慎中、無断で飛び出して申し訳ありません。そんなことはどうでもいい。早く落下傘降下しろ。落下傘バンドをつけておりません。では、爆弾を捨てて不時着するんだ。はい。装置が故障して爆弾が外れません。コード取って急降下してみろ。不発火消すんだ。はい、やってみます。物ではなかったとお母さんに伝えてくれ。これが吉川の最後の言葉でした。吉川に一層は自分を犠牲にして他の飛行機と仲間を守ったんです。この子を卑怯者に育てればよかった。そしたらこんなことにならなかった。私は十三号機に乗ろうとして一瞬躊躇しました。その隙に吉川が私を突き飛ばして飛んでいきました。私が吉川を死なしてしまったんです。いや、俺だよ。俺の中途半端なかばい方が吉川に無茶な死に方をさせてしまったんだ。違います。吉川はあなたの恩情に報えるため立派に死にたいと申しました。昨夜吉川に全てを聞きました。
私も母一人子一人です。吉川の母を思う気持ちは痛いほどわかります。私が浅はかでした。宗忠、私もあなたの援護のもとに死にたいと思います。八代、少し休みますか。いえ、大丈夫です。鹿屋まであとどのくらいでしょうか。もう2里くらいだと思います。ありがとうございます。失礼ですが、宗像大臣にご面会ですか。はい、主人をご存知ですか。同じ台にいる八代中尉です。主人がいつもお世話になっております。八代中尉、特攻隊指揮官会議を終了して釧路基地よりただめ帰りました。途中空襲のため機体が遅れました。ご苦労。これが会議で決定した出撃割当機数です。前期出撃だな。頼むぞ。宗像大臣、東京から奥さん見えてますよ。ん？静子が空襲を受けたバスの中で偶然お会いしました。赤ちゃんも一緒に見えてます。時間が遅かったんで旅館に届きました。そうか、それは面倒かけたな。いえ、駅前で大村屋と聞いてもらえば分かります。すぐ車手配します。ああ、いいよ。俺は会わん。は？すまんが、東京へ帰るように伝言してくれんか。しかし、東京からわざわざ赤ちゃん連れて見えたんです。一目だけでも赤ちゃんに会われたらいかがですか。構わんよ。俺の妻なら俺の気持ちはわかるはずだ。宗像大、直言隊といえども常に死の危険にさらされてます。お会いになれる時に会ってあげられたらいかがですか。八代。はい。貴様は明日出撃するんだろ。はい。今晩お母さんに貴様一人だけが会えるか。分かってくれ。貴様の気持ちは嬉しいが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、グルス一歩前。
前列は明朝丸八三丸特攻出撃、後列は残留待機。終わり。解散。兄さん、あれじゃひどいよ。いくらなんでも部下をもっと人間らしく扱えないの。ん？人間らしく？そうだよ。あれじゃまるで品物扱いだ。僕を特攻に出したくないと言ってた兄さんが他の者にあんな態度を取るなんて、人間の命を大切にしようという心が兄さんにはないの？お前が俺の立場だったらどうする？一人一人の家庭の事情を聞いてこんこんと説得するのか？お前たちのように大学を出た予備学生と違って、相手は自分の意見さえろくに言えないまだ二十歳前の子供だ。誰も彼も親にとってはかけがえのない大事な息子だ。お前はあの中から何を基準にして選び出すつもりだ？一人一人の名前を呼んでみろよ。返事をされてみろよ。それだけで胸がいっぱいになって、とても命令なんかできやしねえ。いつかお前に言ったろう。戦争に学問や知識は役に立たねえって。俺は長い軍隊生活で知ったんだ。命を捨てるか心を捨てるか、どっちかを選ばなきゃならねえってことな。兄さんの言う通りだな。だからこそ僕は戦争を憎むんだ。戦争を起こした奴らを憎み続ける。僕は決して喜んで死ぬんじゃない。憎み続けて死ぬんだ。僕らにはそれしか言いたいことを言う方法はないんだ。なんだ？飛行場お呼びです。至急おいでください。
花形大、戦場においてなお人間であることを忘れるなと私はあなたに教わりました。隊長であることを忘れてどうか赤ちゃんを抱いてあげてください。八代。はい。ありがとう。特別攻撃隊、菊水隊、八代中尉が23名ただいまに出発します。上空直縁隊、宗像隊以下11名出発します。成功を祈る。時間制御を行う。マルアチ302、10秒前、3秒前、時間かかれ。かかれ。届けるぞ。お願いします。
上様、いよいよ出発します。長い間のご自愛ありがとうございました。父上の戦死を知らされた時、涙一つ見せられなかった母上が夜一人になって声を殺して泣いておられたのを私は知っております。父上はめめしいと叱責されるでしょうが、ただ一人残される母親の行く末を考えて後ろ髪を引かれる思いを断ち切れません。しかし私は行かねばなりません。母上、私の分まで長生きしてください。では行ってきます。宗像より発進、奄美大島上空、高度2500、特攻隊右前方に敵戦闘機群発見、直縁隊は直ちに戦闘開始す。展開して疾患機続け。
セビエ、セビエおらんか。セビエ。みんなどこ行ったんだ。おやら方も兵団も知るべ行きました。何かあったのか。バカバカしくて話にならねえ。いえ、何があったんだ。戦争は終わったんですよ。本当か。さっきね、天皇陛下の放送があったんですよ。日本は無条件降伏するってね。嘘だ。日本は清国だ。負けるはずがない。俺だってそう思ってたい。大丈夫。本当なんだ。お偉方には10日ほど前に分かってたって話だが、最後の土壇場の今日まで特攻隊出しやがって、人の命を何だと思ってやって悠久の大義を信じ、祖国の安泰を念じつつ懺悔せる特攻隊の英霊に申す。諸子らの尊き犠牲も虚しく、戦局挽回するあたわず、ついに降伏のやむなきに至れり、我今死をもって旧部下の英霊とそのご遺族に謝せんとす。終わったな、とうとう。飛行長、冷戦を一機もらいます。宗像、貴様何の責任を取るというんだ。国のために全力を尽くしきった貴様が。責任ではありません。飛行長、私が今日まで生きながらえてきたのは、もうそれも終わりました。死んではいかん。死んでいった部下や同僚たちに代わって貴様には生き抜く責任が生まれた。もう一遍一緒に生きていこう。飛行長、長い間お世話になりました。